競走馬、繁殖品馬。生まれつき前足が外交していながら2003年のカルティエ賞最優秀2歳品馬に選ばれる成績を収め、翌2004年には史上初めて A1000 ギニー、I1000 ギニーのダブル制覇を達成した。アトラクションは生まれた時から足が外側に曲がっており、競走馬としては致命的とも言える欠点があった。 そのためセールに上場することができなかった。また、前足をバタフライのように叩きつける、バタフライ走法と呼ばれる走り方をしていた。デビュー戦は4月29日と早く、ここを5馬審査で解消すると続く、品馬限定一般戦と、リステッド競争を連勝する。重賞初挑戦となるクイーンメアリーステークスでも3馬審査で、解消。 G2 のチェリーヒントンステークスでは5馬審査で干渉した。競争の後、フランスに遠征する予定もあったが骨折が判明し、休養に入った。G1 競争にも出走しておらず、2歳最後の出走が7月と、まだデビューしていない競争馬が多くいた時期だったが、この年のカルティエ賞最優秀2歳品馬に選ばれた。これは出走していた競争が、 すべて二馬身以上の差をつけた干渉だったことなどによる、クラシック競争である1 0ギニーで復帰。マイル初挑戦、10ヶ月ぶりの出走ながら2番人気に押され、レースでは、サンデーサイレンスサンクである、サンドロップを半馬身を抑えて逃げ切り、クラシックホースとなった。続いて出走した、アイリッシュ1 0ギニーでは1番人気に支持され、アレキサンダーゴールデンを1馬身差で下し、 史上初となる AI 戦ギニー連覇を成し遂げた。コロネーションステークスではさらに喫差を広げ、後続に2馬身1、2差で勝利した。8月15日、初めてのコバとの対戦となる、ファルマスステークスに出走。ここでも一番人気に支持されたが、ソビエトソングの2着となり、デビューからの連勝は8で止まった。続いて、フランスに遠征し、 ジャックルマロはショーに出走するが、オモババが影響したのか勝ち馬のウィッパーから大きく、離されたとの負けを喫し、その後のメートロンステークスでは、またしてもソビエトソングの2着に敗れた。その後サンチャリオットステークスに出走し、シックを首差し押さえ勝利するが、競争後に足を故障して、休養に入った。この年、 G1 競争4勝2着2回という成績を残すが、AI オークスを制覇し、ブリーダーズカップフィリーメアターフにも勝利したビジャボードが、カルティエ賞年度代表馬及び最優秀3歳品馬に選ばれたため、アトラクションはカルティエ賞を受賞できなかった。5月、香港のチャンピオンズマイルで復帰するが、ブリッシュラックから離された11着に敗れる。その後は、 軽い怪我などもあり8月まで休養し G3 ハンガーフォードステークスに出走したが4着に敗れたそしてメートロンステークスに出走人気はシックに譲ったもののレースでは逃げ切って久々の勝利を挙げたがこの直後に再び足を故障してしまい引退した2007年3月1日初語となる父ケープクロスの頻馬を生んだ3区では ネオアトラクションが日本に輸入されて外国サンバとして走り中央競馬で19戦2勝と実績は残せなかったが引退後は種牡馬となっている。ありがとうございます。